はいよろしくお願いします。えっ、ー、と、ただいまご紹介に預かりました、えーと、早川と申します。今日はこういうタイトルで、えー、と発表させていただきます。よろしくお願いします。最初に自己紹介ですが、えっ、ー、と、Yahoo 株式会社の早川と申します。まあ、あの、仕事としてはいろいろなことをまあやっていますという感じなんですが、えっ、ー、と、分割キーボードとか、まあ、自作キーボードが趣味でして、今日はあの、分割キーボードとってもいいぞっていうことだけを覚えてください。 ではにえー、っと今 Kubernetes でプラットフォームっていうようなタイトルになってるんですけれどもえー、っと今プラットフォームエンジニアリングっていうちょっと考え方がちょっと出てきてちょっと熱い感じになってるかなということでその辺の話のご紹介を最初にしてそれと Kubernetes の、えー、っと関係性であるとか Kubernetes どうやって活かせるのかみたいな話と で、Yahoo でこんなことやっていますっていうこと、それからまあ実際にそのプラットフォームを Kubernetes で作っていく上で、まあその考え方というか、そういったところをご説明させていただきたいと思います。はい。というわけで、プラットフォームエンジニアリングってどういうものかっていう話をしたいと思いますが、えっと、ちょっとあの歴史的な話をします。えっと、まああの IT システム開発っていうことでちょっとだいぶし。 あのくくりの大きい話をしてしまうんですが、あのー、ここ10年から20年ぐらいで、まあ、今ここにスライドにあるようないろいろなソフトウェア開発の考え方っていうのが出てきてますとちょっとこれ時系列とか、あのー、項目ごとに書いてある年代とか諸説あるとは思うんですが、まあ、大体全体として、あのー、あシステムのリリースを高頻度に えー、実行していってでフィードバックをあの頻繁に得るでまあそういったサイクルを回していって、まあ、あの IT システムをどんどん進化させていこうっていうようなことができるようにと、まあ、そういう方向であの進化してきてるのかなというふうに考えています。でえっと今日はですねそのアプリケーション開発者がプラットフォームを使う人っていうことなんですけどこのアプリケーション開発者という人に の立場というのをちょっと考えてみたいと思っていて、で、まあ、そういったようなリリース頻度を上げるような、いろいろな取り組みが行われて、まあ、いろいろいいことあったよねっていうのが、まあ、全体としてはあるのかなと思っています。ちょっとお給料が上がったっていうのは、まあ、いろいろなちょっと状況にもよるのかなと思いますが、はい、ということで、まあ、全体として良くなっているというふうに、まあ。 一般的には考えられるということなんですがまあそのそういった中で課題感も出てきてますというのが今回プラットフォームという話をするきっかけになります。でまあこれらの項目をよく見るとあのアプリケーション開発者システム開発者っていう立場から見ると、えー、まあ 昔考えてていいただけの範囲では済まなくなくっている例えば運用周りのことを考えなくちゃいけないとかですねそういった責任範囲の広がりであったりとかいろいろな取り組みをやるためにツールとかまあ覚えないといけないスキルというのが増えてるっていうのがあるのかなっていうふうに思っていてで、えー、まあそういったことがまあ流れとしてありますので、まあ、今のエンジニアはこういったスキルやツールの習得とか責任範囲のカバー範囲とかそういうところに悩ませれてるんじゃないかなという えー、課題があるかと思いますでえっとまあこういった状況ですので昔は自分たちのアプリケーションを、えー、しっかり開発して運用責任者の人にこうデプロイをお願いしますというふうにすればよかったところが、まあ、いろんなことを考えないといけないということで開発そのものに集中できているかというと昔ほどではなくなってきているのではないかというのがあります。あといろいろな ういいいこととをカバーしななくてはいけないということで、まあそれができるスーパーマンみたいな人ですね、えー、が活躍、まあ、そうではない人はあまり活躍しにくくなっているであるとかあとはそのできてしまう人が頑張ってしまってその頑張りにそのチームが依存してしまうで本来であれば活躍してほしいそういった人の時間を奪ってしまう結果になるとか、まあ、そういったような状況があるのかなというふうに、えー、が課題として考えられていまして。 そういった流れの中でプラットフォームエンジニアリングっていうワードが今出てきてるっていうような感じです。であのこういうこのガートナーのハイプサイクルっていうカーブの絵見たことあるかなと思うんですけれども2022年の、えー、っとソフトウェアエンジニアリングっていうカテゴリーのハイプサイクルの中に、えー、黎明期フェーズで、えー、プラットフォームエンジニアリングというワードが登場してきてます。 で、まあ、ちょっとクワネティスの話題ってことでクラウドネイティブっていうワードとかも入ってるんですけどもう一回下がってですねあの啓発機ってちょっと上がり始めてぐらいのところにまで来ててクラウドネイティブもだいぶ時間が経ったのだなと自分はちょっと思ったりしていますとにかくプラットフォームエンジニアリングというのが今出てきてるっていうような状況ですでえっと まああの言葉としてはプラットフォームのエンジニアリングってことですごくシンプルというか、まあ、よく知られた言葉の組み合わせなんですがこれどういうものかっていうのをちょっと説明しますと、えーまあ、ちょっとそのまま読みますが自社の開発者たちが開発に集中できるようにするための基盤でこれを IDP インターナルデベロッップラットフォームというふうに呼んでるんですが、まあ、これを提供していこうという取り組みです。 えー、もうちょっと具体的に言うと例えばこうシステム開発する上での基本的な作業いろいろな作業というのがまあ先ほど申した通りであるんですけれども、まあ、そういったものを開発者がセルフサービスで少ない労力でできる。でこれ舗装された道路を進むようにっていうふうに書いてあるのはこのプラットフォームエンジニアリングの解説に「プラットフォームエンジニアリング・オルグ」というまああの 本家と言っていいのかわからないんですが、まあ、そういったあのところで解説の中で「paved road」っていうふうな表現がされていて、まあ、そういったようにスムーズに進める道というのを用意してあげるというようなイメージなんだと思いますが、まあ、こういったことをスムーズにできるということを目指します。あと IDP っていう言葉がですねあの 関係してくるのが、専任チームを用意してプロダクトとして提供しようっていうのが重要だというふうに言われています。で、これはあのそのチーム専任チームにすることによって明確なミッションを持てる。で、そのミッションにコミットして、ちょあの長い期間あのプラットフォームの提供にコミットできるっていうようなところを目指しているのかなと思って自分は理解しています。えー、で、まああの開発者、顧客という。 場合はここは開発者のことになりますがの,あの現実に直面している課題というのをきちんと解決して、まあ、開発者たちが開発に集中できるようにしようというようなことをえー狙っているとでここはちょっと簡単にしか触れませんがあのイメージを持ちやすくするという意味で具体的にはこういうことかなという例を挙げています。ただまあ実際には あのプラットフォームを適用する組織に合わせて本当に存在する現実の課題を調べてですねその上でやっていく必要があるかとは思いますのでこれはまああくまで例というふうに捉えていただくといいのかなと思いますが、まあ、単なる汎用的な機能を提供するというのではなくてもう少し突っ込んだことができるというのが全体としては必要なのかなというふうに見えますというところです。で、えっと、プラットフォームっていう言葉 イメージをもう少し、えー、具体化するっていうことでパブリッククラウドの違いという見方をするのも助けになるかなと思っていましてこれはあのプラットフォームエンジニアリングという言葉を自分も調べていた時にですねあのパブリッククラウドと一緒じゃないかなと思ったりもしたんですがやっぱり明確に違いがあるっていうことを認識しますちょっとそこを紹介しますやっぱりパブリッククラウドですとあのいろいろな あのユーザーに機能を提供するっていうのがあのパブリッククラウドの目的としてはありますので、まあ、例えば一つの組織にあるような固有の課題に最適化したような機能っていうのは難しい提供されないのが普通だということになります。ここにある例ですと組織固有のポリシーというのがあってそれに準拠した権限を設定するみたいなことですと。 それは組織固有のポリシーになってしまいますのでパブリッククラウドがあらかじめそういうことを用意するってことはまずないことになりますですのでパブリッククラウドの機能を使って自分たちの組織に合わせてそれを開発に提供するというようなやっぱり一段階が必要になるということになりますそういうところがパブリッククラウドとの違いになってきます であとはプラットフォームという絡みであのクラウドネイティブのテクノロジーとの関係にもちょっと触れておきますと、えーまあ、IDP ・インターナルデベロッパープラットフォームという、まあ、プラットフォームを実現するための、まあ、要素技術としてクラウドネイティブのテクノロジーというのが生かされていくのかなと、まあ、そういう立ち位置になってくるかなと思っていますでまあこういったようなこれは CNCF のグラジエテッドに分類されている プロジェクトですけれども、まあいろいろなあのミドルウェアが使えます。まあ OS として存在していて、まあ CNCF のバックアップもある強固なエクシステムが作られているという状況になっていて、特に今回は Kubernetes トプラットフォームの話をしますが、とりわけ Kubernetes というのが、えー、まあ組織固有の要件を実装する、まあプラットフォームを実現するための まあベースとしてと,と,とても役割が大きいといいますかいろいろなところで使われることになります。でクバネテスの特徴としてはいろいろな種類のワークロードを安定して動かすっていうことができますよであるとかクバネテスをカスタマイズして、まあ、拡張してですね、まあ、組織固有の要件に合ったような実装を作るというようなことも そういう拡張ポイントがきれいに用意されているっていうことでとても使いやすいというのがあります。あとは、えー、と3つ目の API サーバーを中心とした一貫性のある使用感というところはクバンデッジ使ったことある方はキューブコントロールというコマンドで、まあ、デプロイメントとか、まあ、そういったような YAML ファイルを操作するみたいな使用感を体験したことがあると思いますがいろいろな こうカスタマイズをしてもそういったクベキューブコントロールを使ってリソースを操作するっていう操作感が変わらないっていうのがとても、まあ、のいろいろな機能があったとしてもまずクブコントロールゲットをすれば何かが分かるみたいな、まあ、そういったような便利さがありますというところでとても扱いやすいというのが、えー、ありますでプラットフォームでクバネテスを使っていこうっていうことで ちょっとクバネテスでプラットフォームを作る上でとてもこう拡張ポイントっていうのがいろいろあるんですけれどもここに挙げたようなさまざまな拡張方法がありますがカスタムコントローラーっていうのを今回はご紹介したいと思います。これがいろんなところでまああのプラットフォームを作る時にえときに自分のチームとかでも最もよく使う拡張方法です。 で、これを使うとどんなことができるのかということで、まずカスタムコントローラーとは何かというような話をしていきたいと思います。で、Kubernetes のコントローラーパターンというのをまず、えっ、ー、と、知る必要がありまして、それをちょっと簡単に説明します。えー、クーベイコントロールアプライというコマンドを実行して、例えばデプロイメントの YAML を、えー、アプライしますと、 まあ何かいい感じの仕組みが働いて、クバネテス上でポットが起動するというようなことがまあ起きます。この仕組みというのが、コントローラーパターンという仕組みで内部では作られていて、デプロイメントっていうのをアプライしますと、API サーバーのバックエンドにあるデータベースにデプロイメントが保存されますと。こうする何が起きるかといいますと、この後、デプロイメントコントローラーというクバネテスの中にある コントロールプレーンがレプリカセットという、えーまあ、同じくリソースをクバネテスのデータストアの中に作ります。でレプリカセットコントローラーというのはレプリカセットが作られますと働き始めて今度はポットを新たに作るということをして。 でさらにキューブスケジューラーというコンポーネントがあるんですがこれはポットをどのノード、まあ、どのマシンで動かすかということを決めるためのコンポーネントなんですがそれがポットをどこに配置するっていうのを決めると、えー、今度はですねワーカーノード側あのコンテナが動く側の、えー、マシンにキューブレットっていうものが成就してましてそれが自分のノードに置くべきポットがあるなっていうのを認識すると そこに自分のところにポットを立ち上げるということをしてくれます。まあ、こういったかこういうような形でいろいろなあのエットディの中のデータとコントローラーがこう連鎖するような感じでポットが起動しているっていうことが起きています。これがまあクバネテスでやっている、えー、ポットを動かす仕組みでコントローラーパターンというような、えー、形、えー、と言われるアーキテクチャです。でコントローラーパターンというのは えと先ほどの例ですとデプロイメントが作られたらレプリカセットをデータソナーに作るっていうようなことをやるみたいなものの組み合わせになってましてそれぞれのその何々が起きたら何々をするというようなそういったえ動きというのをリコンシリエーションループというふうに言います。これはまあ例えばデプロイメントができたらっていう,ような まあ状態が定義されたというふうに見なされるとレプリカセットを作るというようなそのあるべき状態というのを作り出すとでこれをループするというような仕組みになっていてこの絵ですとデザイアードステートのところにデプロイメントが作られたというのを検知して右側のアクシアルステートのところにレプリカセットが作られているというような状態を作り出すということをループして繰り返しています。 でこういったコントローラーが先ほどの例だとデプロイメントとレプリカセットと、まあ、スケジューラーとかクベレットも一種のコントローラーと見なせると思うんですが、まあ、そういったものが4つ働いてポットが起動してますということになりますあちょっとここのスライドの話は今言ってしまったのでちょっと飛ばしますでそういったようなこあのリコンシリエーションループとコントローラーという単位でクバネティスの動く仕組みをもう一回見直しますとこういう簡略化された絵が が作ることができてまあ左側にある四角の中にデプロイメントとかレプリカセットっていうようなデータが入っていてでコントローラーがそれぞれデプロイメントというデータをえー見てレプリカセットを作るっていうようなデプロイメントコントローラーがあったりとかまあそれ以外も一緒ですねいろいろなコントローラーが機能して最終的にポットが起動するというような形になっています。 でこれがクバネティスの基本的な仕組みということになるんですが、えっと、カスタムコントローラーという、その、クバネティスのカスタマイズ、拡張を行うという話になってくると、えー、このコントローラーの仕組みをですね、自分たちで開発する、作るというようなことになります。でこれ、どういうふうにやるかといいますと、えー、左側に、 先ほどデプロイメントとかレプリカセットというデータが書かれていましたがここにホゲとかウガとか、まあ、自分で定義したようなデータを置けるようにします。でこれはですねカスタムリソースデフィニションというこれもクバネテスに備わっているデータなん YAML の一種なんですがこれを定義してあげると 新たにですねホゲーっていうようなあのリソースをクバネティスが取り扱える、まあ、解釈できるようになるわけですねでそうすると、えー、クバネティスキューブコントロールアプライでホゲーみたいなことができるというようになりますでそうすると新しい自分オリジナルのデータというのがクバネティスの中に作れるようになって で今度はそれを作った時に何か仕事をするコントローラーというのを新たに実装してあげるということになります。でまあこのコントローラーは自分で開発するっていうことになるんですが、えーまあ、この絵で言えば「ホゲという破るを読み取って「フガの破るを作るコントローラーというのと「フガの破るを読み取って、まあ、何か、まあそうですね、外部のシステムの状態を変えたりとか、まあ、そういったような仕事をすると。 コントローラーラが2個作られていますでこういったものを実装していくということでになります。で、この後、えっと、僕らのチームでやってるような、まあ、こういったコントローラーを作って、何を、どういったことを実現できるのかっていうのをご紹介したいと思うんですが、まあ、こういうようなことをやっていくということになります。はい、というわけで、n e ネテスの仕組みと、 カスタムコントローラーというものの仕組みが大体えご説明できたところでまあこれを使って Yahoo でこんなプラットフォームエンジニアリングをしてるよっていう話をここでしたいと思います、えー、でまあクマネテスベースのアプリケーション実行環境というのをちょっと作っておりましてこれちょっとだいぶ抽象的なあのプロダクトの 紹介になっちゃうんですけどどんないいところがあるプラットフォームかといいますとまず、えー、っとアプリケーションを開発しているエンジニアがですねセルフサービスで使えるようになっていますこのあとちょっとあのなんとなく使用感のイメージをご紹介しますがブラウザの画面でネームスペースという、まあ、自分専用の領域というのをあのボタンを押して作りますとそこにアクセス権が自動的に設定されて まあ自分たちのチームだけが使えるネームスペースというのがすぐに作られます。でそのネームスペースにアプリケーションをデプロイしていくということができるわけですけれども、まあ、その時も、まあ、なるべくこうアプリケーションを動かすということを簡単にできるようにということでいろいろな自動化が行われていまして例えばデプロイするとそのアプリにアクセスするための URL が自動で払い出されるという仕組みであるとか えー、そのアプリ自体にクライアント証明書を自動的に注入しまして、えー、特にこのクバネテスだとパスワードとかそういった情報はシークレットというあのマニフェストで管理することが多いと思いますがそういうことをしなくてもアプリケーションをデプロイした時点でアプリケーションはクライアント証明書が手元にあってそれを使って外部にのシステムなどにアクセスしに行けると、えー、というようなことを自動で行ったりしています。 あとはですね、あのこれは特に Yahoo は重視しているところで、マルチテナントでスケーラブルであるというところです。まあ、特にスケーラブルというところなんですが、えー、っと、まあ、Yahoo、いろいろなサービスもあるし、個々のサービスの規模も基本的にかなり大規模なものが多くてですね、まあ、これらをホストする環境として、かなり大規模でも動かせるっていうところをあの狙って、いろいろな工夫をしているというところがあります。まあ、こういったような アプリケーションを動かす環境というのを構築しましてヤフーの社内の開発者に提供しているというようなことをやっています。ちょっと言葉でいろいろ喋ってしまったんですが実際使っているイメージちょっと実際のものはお見せできないんですが、えー、とイメージが伝わるものを見ながらですねご紹介したいと思いますがまずあの開発者の人がこの,あの実行環境を使い始めるときですね はですね、ブラウザーの画面でこれはちょっと仮の名前のクラウドコンソールみたいなものの画面ですが、まあうん、AWS さんの,あの AWS コンソールみたいなものだというふうに思ってください、まあ、こういった画面に行きましてネームスペースを作るということは、まあ、ネームスペース名を入れてボタンを押すとできますとでし少し時間が経つとネームスペースが作られて権限が設定された状態になりますでここで 何かコマンドを打って、えー、とアプリケーションの情報を取得するみたいなことをやっていてでアナザープロジェクトって自分のプロジェクトが例えばマイプロジェクトで、まあ、自分とは関係ない別のプロジェクトの情報を取ろうとすると,、えー、とフォビドンとなって取得できないということで、まあ、きちんと権限管理がされていて、まあ、必要な情報だけにしかアクセスできないという状態に、えー、設定されていると。 いいうようよなな状態になっていますで自分のところにですね実際にアプリケーションをデプロイする時には、まあ、クリエイトアップみたいな感じでコンテナイメージの、えー、イメージ名を指定してデプロイするということであるとかあとはですねあのアップというクバネティスのデプロイメントに近いんですがそれをもう少し抽象化したり、まあ、機能を追加したりしたような、えー、とマニフェストを記述することができまして でまあ、そういった、まあ、あのマニフェストで書いたものをアプライして動かすということもできます。まあ、とにかくこういった形であのアプリケーションを、えー、デプロイしますそうしますと、えー、ゲットアップしたときに、あのエンドポイントというところに、まあ、URL が払い出されていて、えーまあ、カールとかいろいろなクライアントでこの URL にアクセスすれば、レスポンスがちゃんと返ってくると。 アプリケーションにアクセスできているという状態になります。という感じで簡単に使い始められて、まあ、デプロイしたらすぐにこうアクセスする方法もあの提供されると。これがそのままの Kubernetes ですと、サービスとかイングレスとかいろいろなリソースを書いて自分で設定する必要がありますが、この辺が結構自動化されているという感じのえ使用感になります。 でこういったようなプラットフォームをどうやって実現しているかという話になります。えー、まずですね、あのネームスペースを作って権限が設定されているところの仕組みをご紹介します。ブラウザでちょっとネームスペースの作成を先ほどしてましたが、これは実際には、まあ、ブラウザでネームスペースを作ると、その後ろにある API が呼ばれていて、 えーまあ Git で管理されているマニフェストのリポジトリにネームスペースが作られますと。で、これが GitOps っぽくですね、まあ、CI ツールから、えー、ネームスペースが Kubernetes クラスターの方に実際に作られるというような形になって、ネームスペースが、えーと、CD、d ディ、データストの中に格納されます。で、ここで用意しておいたあのコントローラーが、 えー、権限の設定を自動で行ってくれるというところでここでカスタムコントローラーを使っていますネームスペースが作られたら、あのーまあ、権限のポリシー情報、まあ、権限情報を表現している、まあ、あ YAML ですねこれを独自に定義しまして、まあ、それを作るコントローラーというのを実装していますで、まあ、そのネームスペースに対応する権限情報を作ってくれという YAML が今度は作られて でそれを検知してポリシーコントローラーというのが実際にけん外部にある権限管理システム、えー、に権限情報を設定します。ここではアセンズっていうコンポーネントを使っていましてこれは CNCF のサンドボックスのプロジェクトにも今なってるんですが、まあ、そういった OSS を活用してこういった,こういったまあ仕組みも構築しています。で実際に えー、作ったネームスペースに、えー、ゲットとかしに行きますと、まあ、権限のチェックが先日に問い合わせされて行われまして、まあ、例えば関係ないネームスペースだったらはじかれるであるとか、まあ、そういった制御が働きますこれがネームスペースで今のところが作る時の、えー、仕組みでしてであとエンドポイントを自動的に URL を自動的に設定する仕組みについてもご紹介します。えっと、これはアプリをまずデプロイしますと。アップというまマニフェストファイルで例えばデプロイしますと、アップがデータスナルに作られて、これを起点にして、えっと、こちらの場合ですといろいろなちょっとこう仕組み上の都合がありまして、3段階でコントローラーが作られてるんですが、えぇ、コントローラーが働いて、 今度は、ね、DNS サーバーが外にあってそこにレコードを登録するということをします。で実際にアプリにアクセスする人は DNS で名前解決してそのアプリケーションが動いているところにリクエストが届くという形になっています。で、えー、と今アプリをデプロイした Kubernetes クラスターと 実際にアプリが起動しているク t ネ s クラスターが別になってますけれども、これはちょっと次のところでなぜそうなっているのかご紹介します。まあ、というような感じでコントローラーでこういうことができてますというような話ですね。で、それ以外、ちょっと内部の詳細まではご紹介しないんですが、えーまあ、それ以外の取り組みとして、 えっと、先ほどあのスケーラビリティのところ特に弊社ですとあの重視してますという話をしましたが、まあ、それを実現する仕組みというのもコントローラーでやっています。これは、えっと、複数のクバネテスクラスターを組み合わせて1、まあ、つのクラスターに見せるっていうようなですねことでですのでクバネテスの数だけスケールアウトしていくっていうのはう超大規模なあの実行環境というのを、えー、実現しています。これはあの 左側にあるあの一つのクバネです、クラスターですね、これがまあ全体を束ねるような役割になるんですが、このクラスターが、えー、とまずアプリのデプロイを受け付けますと。で、このクラスターの中にコントローラーがいまして、で後ろで背後に控えているたくさんのクラスターのどれかに、えー、アプリケーションを実際に起動するということをやっています。で、先ほどの DNS と名前解決のところは、 えーまあ、適切にその名前解決の結果が狙アプリがデプロイされているクラスターに名前解決されるように設定されていまして実際にエンドユーザーというかアプリにアクセスする人からするとクラスターどのクラスターだとかっていうことは意識せずにアプリケーションにアクセスすることが可能になっています。で、まあ、あのクラスターを増やせばその分だけスケールしていきますので。 一体、まあ、規模のアプリケーションにも対応していけるだろうということをやっています。で、まあ、最後にご紹介するのが、先ほどあの話した中のシークレットの管理を、えー、しなくても済むような仕組みを作ってますということで、これはですね、えー、アプリケーションのアイデンティティの設定みたいなことを自動化しているというのがあります。えー、っと、まあ、アプリケーション実際にデプロイされたときにですね、クライアント証明書を自動で このポットの中に設定するっていう仕組みを動かしますと。で、えっと、証明書を自動的に設定するところは、サイドカーっていうコンテナをアプリケーション以外に追加であのデプロイするようなことに仕組みになっていて、まあ、そのコンテナが証明書を作ってくれるということになります。で、えっと、コントローラーの方はその、証明書といいますか、そのアプリケーションに対応するサービスアカウントのようなもの。 アプリケーションアカウントのようなものをアセンズ上に登録します。で、このアプリケーションっていうのがなん、えーまあ、とかっていうクラスターのなんとかっていう名前のアプリですっていうことになりが分かりますので、そのアプリケーションに別のシステムの管理者がですね、あのアクセスしていいよって権限をアセンズ上につけてあげると、そのアプリからのアクセス、クライアント証明書と一緒に。 アクセスすると、まあ、きちんと認証認可がかかった状態でアクセスが来ると,、えー、というようなことが行われます、はい。こういったようなことをコントローラーを使っていろいろ実現しているということです。はい。で以上が Yahoo で実際にやっている事例といいますかのご紹介でした。で、実際こういった仕組みを作っていくっていうのを、えー、私は Yahoo に 中途で、入社ししてててからずっと取り組んできていましてでこういうことを開発していくっていうところで、まあ、何に気をつけたらいいのかなとか、まあ、いろいろコツがあるなということに気づきまして、そういったところの考え方をですね、ご紹介したいかなと思います。で、えっと、実際その開発するっていうふうになると、Go のフレームワークでコントローラーランタイムというものがありまして、これを使いこなしていくっていうことになるんですが、まあ、そういうあの実装を フレームワークをどう使っていくかみたいな実装レベルの話は、えー、と今日はせずにですね、コントローラーっていうもの自体がちょっと独特なシステムですので、そういうものをどうやって開発すればいいのかっていうようなちょっと考え方の観点で、えー、説明できればなと思います。で、こういったものの開発の全体の流れは自分の中ではあのこのようなイメージを持っていまして、えー、と左が大きく設計なんですが、 えー、設計がですね、まあ、いくつかの作業をループしながらこうちょっと試行錯誤するような感じで行ってで左側にあるあ右側にあるコントローラーの実装に進んでいくという流れにでリリースしていくとでこのリリース、まあ、実装とリリースも段階的にできるような感じにして、えー、とフィードバックを設計にしていってみたいな形でこうぐるぐる回しながら進めていくと良いのかなというふうに考えていて。 はい、で、それぞれ、まあ、設計とかリリースとかそういったところでどんなことを考えているのかっていうのをご紹介します。で、まず最初にですね、設計段階の話でコントローラーとカスタムリソースの構成を決めるっていうところがあります。まあ、作りたい機能、まあ、実現したい要件っていうのがあると思うんですが、まあ、それを実現できるように、えー、カスタムリソース、まあ、その YAML ですね、まあ、左側にあるような データのえー、内容とそれに対応するコントローラーをどういうい単位で作っっててていいいくかっていうのを考えていきますで。ここの絵にあるような、えー、とデータとコントローラーの絵っていうのをちょっといろいろなパターンを書いてみたりしながらですね試行錯誤するってことをとしばらくやるとでコントローラーに一つのコントローラーに機能を詰め込みすぎるとえっ、ー、とまあメンテナンスが悪くなったりとか まあ思わぬ挙動をしてしまったりとか、ちょっと難しくなってきてしまうので、ここは注意がいるところです。で、えっと、カスタムリソースの仕様を、まあ、ざっくりとですね、カスタムリソースを破ると、コントローラーの切り方を決めたら、それぞれ中身をきちんと決めていくというような感じです。で、カスタムリソースは、まあ、どういったスペック、仕、ま、様、あ、を定義できるかということ以外に、 今そのリコンシリエーシーョンですねその実際の状態がどうなっているのかっていうようなことを保存するステータスという領域というのも作れますので、まあ、そこの内容に関してもてどういう情報を使って状態あの管理していくのかっていうことも意識してあの決めていきます。あとはキューブコントロールゲットをした時にこう表示されるフィールドっていうのもあの自分で決めることができまして。 これがいい感じになってるといろいろこう後で状態確認したりするときにまあ便利だったりするのでここも注意するとよかったりします。で、YAML のえ中の構造とかデータ必要な情報というのを決めたらコントローラーの動作っていうのを一回整理しますっていう感じで例えば先ほどのネームスペースから権限設定を行うコントローラーの例ですとネームスペースを あの参照しているコントローラーではネームスペースが新規作成されたらアセンズポリシークレームっていうものを作るときに、まあ、こういった値にするみたいな感じのことを書いていきますでこのときに変更された場合どうなるべきかとか削除されたときどうなるべきかっていうことも、えー、書いていくという感じですであとはですねネームスペースをウォッチしてアセンズポリシークレームを作るっていうコントローラーの場合はその作った側の もののというのが、まあ、変更されたり削除されたりするような場合もありましてこの場合はネームスペースの内容に従って元に戻すとかですねそういう、えー、挙動を作ってあげる必要がありますということで、まあ、こういったようなことを一回整理していきますでこれが、えー、あそうですねあのちょっと口で言ってしまったところもあるんですけど注意事項がありましてあの、まあ、実際 えっと、こちらの時に話したアセンズポリシークレームっていうそのネームスペースをウォッチして作る側のものですね。えっと、そういったものに変更があった時の動作っていうのもきちんと記述するっていうことになります。で、ネームスペースのコントローラーですとアセンズポリシークレームが変更されたら元に戻すとか、そういった挙動が必要になりますし、ポリシーコントローラー、まあ、実際の権限を設定する方ですと、 権限情報が外部システムで変更されたら元に戻す正しい状態に戻すとかですね、まあ、そういうう挙動をします、えー、実装しますで、まあ、そういったようにして挙動を整理した時に表が大きくなりすぎてあの人間の脳だとこうちょっと容易に把握しきれないみたいな状態になってくると結構危険なサインで。 で、コントローラーの役割が大きすぎることになるし、まあ、テストを書きにくくなったりしますし、ということで、いろいろ弊害が出てきますので、まあ、この辺に注意して、コントローラーを1、まあ、個に詰め込みすぎだったら複数に分けるとかですね、そういったことを考えていきます。で、あと、表にまとめたあの前のページの挙動は、そのままテストケースとして書くことができて、あのコントローラーランタイムのフレームワークで紹介されている あのサンプルのテストコードの例とかがあるんですが、まあ、それに割と素直に従いつつその表に書いたような挙動というのをテストケースにこう作っていくことができますので、まあ、そういう形で進めていくと割とスムーズに進められるかなと思っています。で実際に実装するっていう段階になったらコントローラーが複数作られる場合が多いと思いますのでそれを1個ずつ実装していくっていうことになります。 でこれなぜ1個ずつ実装していけるかと言いますと、まあ、きちんと設計されているとコントローラー互いに独立した挙動をして独立して自分の担当するリコンシリエーションループだけをすればいいっていう状態になっているはずなんですね。ですので一、えー、つ一つ実装していくということになります。 で先ほどの権限設定の例でいうとそのアセンズポーシークレームという YAML を見て実際の権限システムの設定を変えるっていうようなコントローラーの場合はまずそのコントローラーだけあればアセンズポーシークレームをこう手動でクバネツィス上に作れば実際の権限システムの設定を変えられるっていう状態が作れます。これはまあ言ってみれば権限の管理をクバネツ e s のマニフェストで管理できるようになりましたっていうまあ 一つ実現されていいるる機能とうのがあるんですね、まあ、全体として達成したいところまではたどり着いてませんがきちんと意味のあるあの機能がこれで実現されていることになりますし、まあ、実際にその運用をする人が権限管理するってなった場合は、まあ、この機能だけあっても割と使える可能性があるので、まあ、こういう感じでコントローラー単体で実装してまずちょっと動かしてみるみたいなことを進めていくと。 えー、良いいのかなと思っていてでこれは結構です、ね、あのスクラムの,あのスクラムチームの動き方で我々開発をしているんですが、えーまあ、その動き方にうまくはまるなというふうに思っていて、まあ、スクラムでよく言われていることは意味のある小さい単位でリリースしていってフィードバックを得,得ましょうと改善していきましょうとかあとはチームとかまあ えっとまあ個々のデベロッパーでもいいんですけどまあ分担しやすいっていうところもあったりとか、まあ、単純にあとはスクラムのスプリントっていう単位で一つのコントローラーを作るとか、まあ、そういう動き方にうまくはまってくるっていうところがあるのでとやりやすいやり方だなというふうに考えていますはいというようなところでしたこんな感じで進めていくとじゃないかなというご紹介でしたはいというわけで 今日ちょっといろいろな話題に触れたんですけれども、最後まとめということで、でまず最初にプラットフォームエンジニアリング今注目されているよということでご紹介しました。で、クバネティスはですね、プラットフォームエンジニアリング、まあえー、のプラットフォームを開発するために重要な技術要素になってきますということと、えー、その中でもカスタムコントローラーという拡張方法を使うといろいろなことができますよというご紹介をしました。で、最後、あの開発。 ややってまますすよよとといいうううことでりり方をご紹介したなううな感じになります、はい、で最後ちょっと宣伝になってしまうんですが、えー、サイバーエージェントさんが主催であのコンパスであのイベントが今公開されてましてこの中で兵チームで開発しているあの今日ご紹介したプラットフォームの話がおそらくもう少し詳しくご紹介されるんじゃないかなと思いますので詳しい話が気になる方は ぜひご参加いただければと思います。はい、というわけで、えっ、ーえー、と、本日の発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。早川様、ありがとうございました。続きまして、本セッションはアスクザスピーカーを実施いたします。スピーカーの早川様に質問のある方は、ぜひチャットやツイッターハッシュタグを利用して、お書きください。 それでは皆様からいいいたただ質問を読み上げていきますシルタ様からの質問で「権限チェック OPA ゲートキーパーをカスタマイズして利用しているのでしょうか?」といただきましたこの質問についていかがでしょうかはいえっとそうですね権限チェックで OPA ゲートキーパーは使っていないです。 でこれはあの、アセンズという権限管理システムに権限情報を問い合わせるというような動きは、えっとまあ、それをするための、まあ、OPA ゲートキーパーってクバネテスの Webhook として機能すると思うんですが、そのアセンズとつないでくれる別の Webhook みたいなものを、えー、実装してまして、まあ、それを動かして、あ、まあいった連携をしているというようなことで実現していますありがとうございます。 質問のある方はチャットやツイッターハッシュタグを利用してお書きください。それでは私の方から一つ質問させていただきます、はいえ。ツイッター上などでとても絵が分かりやすいとても分かりやすいといった感想が多く見られたんですけれども今回デブサミへ登壇するにあたって意識して工夫した点はありますかあそうですねえー、っとうん。 コントローラーラ自分はとてもあの強力で魅力的な機能だなって思ってるんですが割とこう中身が複雑というかになりがちかなというふうに思っていて、まあ、パッと理解するのは難しい概念なんじゃないかなと思っていまして、まあ、その辺を分かりやすくあのなるべくあの伝えられるようにということで絵とかあの分かりやすいって,言っていただいて大変ありがとうございます。あの工夫して 絵とかですね、工夫して描いたかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それではお時間になりましたので、アスクザスピーカーを終了いたします。スピーカーの早川様、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございました。